どうもペカリマンです。ということで今回は初新宿アラジン実践。はい、ということで、初めて新宿アラジンに行きたいと思います。抽選やっていこう。ネット抽選激弱です。ネット抽選はやってると思ってます。なんか人を見てやってる気がする。店頭抽選はねいいんだけどね。いきますね。あ、この抽選ダメそう。これ1位出たらもう終わりなんで。あ、いいの？あれ待って、1番。え俺がやってる？すごくないか。マジで？おい、あ、すげえ無職が映ってる。すげえ無職。昨日夜予約した時100人ぐらいいたんですけど、何人なんだろう？何人中？一旦ちょっと195分の1を引いたぞ。やばいやばい、ちょっとこれは何かに導かれている。もう何でも取れるじゃん。一応店分析しました。まあ、お待たせしました。1番から、はい、2、とりあえず店分析によると末尾で今日5の25台の5のつく日5番台マイジャグ大番手取るな。あ、これなんだ。もうど真ん中でしょ。一番目立つところこれだろう。早い番号の人たちがどこに座るのか見てたら、やっぱり末尾5から埋まってったわ。末尾5だね。まあ昨日データ見た感じもそんな感じだったんで、とりあえず一番目立つ前弱の末尾5取りました。軍資金3万円。行きましょう。今日はどんなことがあってもやめません。666、あれ666だわ。いやでもガサ50分の1でしょ。でブドウ 5.6、 ブドウもめっちゃいい。チェリー1回、チェリーの確率は悪いけど、やばい、6、完全6だわ。もう打感がもう6。これはこれまたとないチャンス。全まくりいけるぞ。今月俺もう収支15万マイナスだからね。マイナス10、今月も
激ズモですね。いやーやばい、全部の数字が良すぎる、完璧すぎるんだけど。ブドウやばくないか、 4.87 だぞ。1000ゲーム回してブドウの上振れマジでありがたい。だって8000ゲームで 0.2 ブドウ違うだけで、ビッグ 1,2 回分だから400枚とか500枚ぐらい違うからね。いやこれありがたすぎる。で一番いらないチェリーだけ下振れてくれてる、マジでありがたい。これでブドウはなんか連チャンしてる時はなんか出なくなったりとか、ハマってる時だけブドウいっぱい出るみたいな、そういう台結構あるけど、あの俺の台は6だわ。連チャンしてようが止めどなくブドウが出てくるからね。でしかも末尾5でしょ、で一番目立つところの前ジャグ、根拠あって座ってこの感じはもう積もってるでしょ。2000ゲーム、合算は落ちたけど、全然あるよ。今回の1000ゲームはチェリーがめちゃくちゃ落ちて、一気に設定6になって、でブドウもぶっちぎりで設定6で、タンレグも設定6で、単独ビッグが1回もこの1000ゲーム引けてないけど、いやでもねこれはある、絶対あるから大丈夫、全然大丈夫よ。全然大丈夫。なんかもうどうせ高設定でしょ感がすごいよね。タンレグ6ブドウぶっちぎってる。3000ゲームで上がったからね、ブドウが。これはもう6なんですよ、後半上がる6。いやあのゼロラインで上がるかなと思ったけど、またちょっとハマってるんで、多分本当に5000とかそんぐらいで一気に3000枚ガーって出るやつ、でもそれなんすよね。でなんかここでブドウだけ落ちてってボーナスも引けずにみたいな感じになってくると、
ちょっと中間っぽい感じになっちゃうけど、でも多分落ちないですよこれ、このまま、うん、今3時半、うん、ちょっと回すスピードは明らかに遅いけど8000は回したいな、うん、タバコ吸ってくるか。であとね、店分析的になんか店の癖、あんま言いたくなかったけど、これアラジンデータネットに載せないから、やっぱ相当価値あるんですよ、アラジンのこの店の癖って。ただ俺調べた感じもう言っちゃいます、末尾5はさっき強いって言ったじゃん、で今日も強いんですけど、末尾5から2台並び3台並びどっちかにがすごいデータで多いんですよ。で今日も俺の隣がなんか最初ハマってずっと回されてなかったけど、今なんか座られてめっちゃ連チャンしだして、レギュラーもめっちゃ出てるみたいな感じになってるんで、そうなってくると俺の台もありえるなと、うん、なので根拠も強いし、もうこのブドウとかタンレグがもう高設定だよって教えてくれてる、はい、やってやってってそういう感じ今。飲まれました、1000円で完走ならず。ここで飲まれる、まあでもずっと下皿でうねうねしてるから、まあ飲まれる、飲まれたことに別にそんな意味はないと、うん、低設定だから飲まれたとかじゃなくて、最初うねうねの状態がね来てるだけで、たまたま飲まれたっていうだけですね。でまだブドウがね全然いいんで、全然落ちない、なんでまあビッグの引きようは、レギュラーは全然足りてるんで、このぐらいレギュラーとブドウがぶっちぎっててくれれば全然安心して打てるよね。中間とかでこういうレギュラーとかついたりして、うまいことなんか謎引きでレギュラーめっちゃ引いちゃってる台ってブドウどんどん下がっていくから、でもブドウ下がんないってことはそういうことなんですよ。大丈夫？大丈夫だ。大丈夫だよ。多分。まあ、大丈夫。
4000ゲームと322枚、合算2から3。ただ単レグもブドウも6なんだよね。単レグが6ってもうあるよね。4000でまだまあ投資7000円、322枚、全然残ってくでしょ。うねうねだって6でなんか最初一気に3000枚出てずっとうねうねして終わるとかあるじゃん。全然だその区間を最初に引いてるだけで、ブドウもだってずっと落ちないもんね。ちょっと落ちたけどでもまだ全然6をぶっちぎってるから4000ゲームで、いやこれはあるでしょ。あ待って、単レグ謎レグ2回か。まあまあまあ、全然大丈夫、全然大丈夫。5000ゲームな言ったでしょ。あるんだよ、あれあるの。まだ合算6よりは全然下振れてるけど、20ぐらいね。だからビッグが引けてないんだよね。ビッグ分下振れてるっていう。7000ゲーム8000ゲームは回せないわ、だからそこまででなんとかビッグを収束させたいね。6の数字に。5000ゲームでまだブドウ 5.46 だから、ね、でチェリーも復活して 34.2 で設定6で、単レグに至っては謎レグ3回を入れないでも設定6だから、あとビッグ引くだけ。ただこれかわいそうな6になる可能性は少しあるよね。めっちゃレギュラーに先行しちゃってちょいプラで終わるみたいな。でもデータ的にはもう絶対6って分かってるけど、引き的にもう無理な状態。そうならないことを祈ります。回します。
戦ゲーム、もう分かったよ、もう分かったから。てか合算がなかなか戻んないな。6なんだよお前は。6だよね。単独レギュラーぶっちぎってるからね。ブドウもチェリーもぶっちぎってるし、謎レグほぼ含まないで、だってそれでもぶっちぎってるからね。いや普通に6だと思うけど、とりあえず5の合算には戻したい。あと今8時半なんで、まあ2時間、頑張れば1500ゲームぐらい回せる。もう最後までいきますか。もう閉店まで延長して7500ゲーム目標でどれだけ収束するか。ああだってブドウまだ落ちないもんね。 5.47 だ。いやこれは絶対入ってる。あと隣も、いやでも隣はね、なんかレギュラーちょっと落ちてきて、でも合算は125とかそんぐらいなんで、5の数字だから、もしかしたら2台5の可能性もある。俺もだとし、いやでもそれでも単レグ引きすぎだけど。やっと、行こう行こう。データ、最終データこちら7615ゲーム回しまして、投資11000円、まあ506枚ですね、46枚貸しなんで、回収293枚、合算149、設定3、単独ビッグ19、設定3、単独レギュラー22、設定5から6、チェリービッグ3回2538分の1、チェリーレグ7回、設定1から2、でブドウとチェリーが6。ブドウがもう何これ、あのこれどう思います、設定何だと思いますこれ。俺の予想は5ですね。さすがに6、さすがに6はないかな、まあ、ちょっと7000、もうちょい回したかったけど、8500ぐらいまで回したかったけど、ブドウがね、なんか波あるじゃん、ブドウって。なんかめっちゃ出る期間とか全然出ない期間とか、ずーっと出てたブドウ。
一回も、うわ、なんかブドウ、なんか全然出ねえな、最近、みたいな。そんなの一個もなかった。で、なんかマルハンのさ、ジャグラー全録データ。マイジャグ45台あって、こういうデータがね、あるんですよ。まあ、下振れてるやつね。6で下振れてるやつ。プラマイゼロで終わってる台とか、マイナスで終わってる台もあったりとかね。するんだけど、6は、で、今日出てた台ピックアップしてきたんですけど、5のつく日の末尾5とかは、やっぱ半分ぐらい入るんですよ。で、今日の末尾5で入ってたのが、一番角さんの935は今日死んでたんですよね。逆側の角側の955がもうぶっちぎりで出てましたね。で、俺の945が、いや多分ね、5なんですよ。多分おそらく。言ってたじゃん、5、末尾5から、まあ2台3台、まあ間挟んだりとか。俺の右隣もうめっちゃ5っぽい感じで終わってたんですよ。って考えたら俺のも入ってんだよね。で、アイムも985は入ってましたね。983から986まで4台ずっと良かった。で、ゴージャグの875も入ってた。からまあ、2分の1以上で入ってる。だから、根拠ある状態でのこのデータだから、多分5なんだよね。6はさすがに合算が悪すぎるから、でも俺の今の最近の引きだったらこうなるんだよ。6でもこうさせられるからね。だって3日間ファンキージャグラー5ペカ以内に500ハマり、1日目500ハマり、500ハマりって2連続で来て、で、2日目は600ハマり、5ペカ以内に来て、で、昨日、アラジンでぶっちぎりでブドウ良くて、で、レギュラーもちゃんと5、6の数字ついてて、座った瞬間に800ハマり。で、この引きだから、6だよね、多分今日のは。6。で、俺じゃなかったら多分めちゃくちゃ出てたと思う。高設定座っても勝てる気しないもんね。めっちゃ調子良かった時とかもなんか分かる人いると思うけど、ペカる時とか連チャンする時ってなんかなんとなく分かるじゃん。あ、これ連チャンするなとか、あ、これなんかペカりそうだなみたいな。それが今日1個もなかった。あの、8連してる時でさえ、これもまたハマんだろうなって思いながら、あ、連チャンしたわ。ずーっとその、まあ、これもまたハマるわ、みたいな。連チャン中ってなんか、もう絶対次も連チャンするわ、みたいな。思うじゃん。それ一個も思わなかった、今日。それがダメなのかもしんない。だって完全確率ってことは、運じゃん。運ってことは、その、運がいい人、ポジティブな人って運がいいじゃん。もう、ネガティブすぎ状態になってんだよね、多分。だから、それがもうレバーに伝わる。もうさ、今月はもうジャグラーやりません。うん。さすがに、4連続高設定座ってて、物言いできない。引き。それはもうやるなって言われてるよね。神に。まあ、積もった記念ですね。4連続積もってた記念。高設定に座れてたよ記念。収支は超マイナスだけど、座れてたよ記念ですね。いや、でも楽しかったよ。初、アラジン、実践。うん。いや、あんだけ、いつも行ってるホールが、の2、3倍ぐらいのジャグラー数だから、店分析とかも違いあるし、やっぱ行ってる店はもうある程度癖つかめてきて、もう分析ほぼ最近してないんだけど、やっぱ分析してる時が一番楽しいまであるからね。やっぱジャグラーってハイエナすればもう誰でも勝てると思うけど、そうじゃないんだよね。やっぱ男は朝一設定狙い。うん。何時間もかけて店の分析をして、で、狙い。あ、ありがとうございます。ジャグラーハンカチいただきました。
ジャグラー、ハッピージャグラーカードくれた、ちひさん。うわ、いいじゃないですか。いいね。今日はバッジを配ってたんだけど、声かけてくれた人に。その度こう、来店演者特有の大の状態。めっちゃ飲み物で溢れ返るみたいな。そんな感じになってたんですけど、俺、体質的に飲み物、水分ほとんど飲まないの。次、差し入れくれるときはもう、ウィーダーにして。マジでウィーダー、ジャグラースポーツだから。もう本当に、今日も休憩一回も取ってないからね。まあ宣言ごとにタバコ吸いに行ったりとかしてたけど、何も食わずに朝、なんか、サンドイッチ食って、それでもう13時間ずーっと、やってたな。ああ、そこでウィーダーあれば、相当パワーアップできるから、次ウィーダーで。絶対あれはこう設定。絶対あれ、あんなブドウ出ないもん。あんなタンレギも出ないし。何やってもうまくいかない時ってあるよね。本当にジャグラーは、何でも教えてくれる。本当にうまくいかない時はね、最善を尽くして、やり続けるのみなんだよ。ただもう、俺今限界なんで、今月はもう、無理っす。だから5の期待値って2000枚いや1500枚ぐらいか。多分マイジャグの6だと2000数百枚なんだよね。平均獲得枚数が。だからそれをすげえ下振れさせちゃったけどね。まあ。狙いは立ってたから。そこが一番大事。すごい、店分析して、狙い台何個か絞って、こういうとこ入れてくんじゃないかな、みたいなのが、ほぼほぼ、当たってたから。それが一番の収穫だよね。むしろ、なんかもう狙い台座れなくてたまたま座ったところが当たったりとかしても、それは嬉しくないもん。やーば。今年いけるか？障害収支プラス1。